ズン君、お願いだよ、そばにいてよ。私、不安なんだよ、お願いだよ、そばで支えてよ。お前もしつこいな、仕事なんだから仕方ないだろう。仕事なんて休んでよ、私、これから手術なんだよ。うるせえな。どうせもう死んでるんだろう、俺が行こうが行くまいが、関係ねえじゃん。俺の子供でもねえし、お前が勝手に知らねえガキと作った子供だろうが、俺が必死で働いている間にさ。そんな言い方って、その話はもうお互いに納得して終わった話じゃん。ズン君、父親になってくれるって言ったじゃん。私ズン君はもっとちゃんとした責任感のある人だと思ってた。このゴミクズ男、最低だよ。はあ？なんで俺が責められてんの？お前さ、いい加減にしろよ。自分を中心に考えすぎだろ。辛いのは私だけ。私は世界一かわいそうな被害者ってか？ふざけんな、クソ便器。ガチャン。グーグー。ズン君、ひどいよ。シクシクシク。私が全部悪いみたいじゃん。シクシクシク。四国さん、そろそろ準備をお願いします。うるせえな、バカ野郎。私は今傷ついてんだよ。もっと気を使えよ、妊婦様だぞ。敬えよ、特別扱いしろよ。やめてください、痛い。四国さん、やめてください。バカ野郎、てめえみたいな若くて綺麗な女に、40歳近くになって死産をするブスの気持ちが分かってたまるか。土下座して謝れ、慰謝料100億円持ってこい。もっとマシな男をよこしやがれ、こんちくしょう。痛い痛い、誰か助けてください。